風車の地図記号日本の風力発電では日本の風力発電について説明する。日本では欧米諸国に必して普及が進んでいない。理由として台風に耐えうる風車を施設すると欧米と比較してコストが上がることや大量の風車を設置できるだけの平地の確保が困難なこと。もともと日本ではクリーンエネルギーとして 太陽光発電を重視してきた歴史があることなどが挙げられる。また日本はフランス同様に原子力発電への依存度がすでに大きいために風力への依存傾向は弱く対照的にアメリカやドイツは原子力発電所の新設を政策的に停止しているため風力発電への依存度を増している。日本の電力会社は風力発電事業に消極的であるが 自治体による自治体風車や市民グループによる市民風車等のプロジェクトの取り組みが進んでいる。2006年1月に地図記号の一つとして風力発電所が追加された。メディアを再生する日本の風力発電日本国内の風力発電の累計導入量は2017年末時点で2253機、創設備容量は 3.5GW であり、 標準的な原発3つ分である。1基あたりの出力を見ると2006年度以降では設備容量1メガワット以上の機種が大部分を占めるようになった。主要な風力発電会社はユーラスエナジーホールディングス、日本風力開発、電源開発、エコパワー、ガスパワー、クリーンエナジーファクトリーなどである。近年では日本の企業や研究機関により 日本の環境に適した風車の研究開発も活発に行われており、海外機の独占上であった2メガワット以上の大型機についても国産機の開発が進んでいた。風力発電設備の大部分は輸入品であるが、2017年度の国産機の割合は設備容量ベースで31%、機数ベースでも31%と向上しつつあった。 けれども2019年までに三菱重工業、日本製工所、日立製作所などの国産大型風力発電機メーカーはすべて撤退している。2020年2月にジュィンドが陸上大型及び洋上風力発電機の国際形式認証を取得したことにより日本の風力発電機メーカーを存続させた。日本は了解や 排他的経済水域などが広いため、洋上での風力発電に期待が向けられている。また、推進が深い場所のために、独立行政法人海上技術安全研究所や、イヒムなどにおいて、不体式の基礎を用いる方式も研究されている。沖合での洋上風力発電については、電力の陸上への送電が困難であるため、発電した電気で水素を製造し、これを圧縮したり、 有機ハイドライドに吸着させる等により輸送することが研究されており、これにより電力変動の問題も解決されることが期待されている。また、科学技術政策研究所では、2002年3月に深海洋上風力発電を利用するメタノール製造に関する提案を発表しており、沖ノ鳥島周辺、三陸沖太平洋、北海道北西沖日本海などを、 有望海域として日本の全エネルギー需要をまかなえるほどの大規模なシステムなどを提唱し、その経済政党の試算を行い実用化が可能であるとしている。2001年6月の経済産業省の調査会による新エネルギー部会報告書では2010年度までの導入設備容量目標を300万キロワットと定め、環境省も2002年3月発表の 地球温暖化推進対抗で2010年度までの目標を300万キロワットとした。各種規制の見直しや漁業権が設置障害にならない沖合い数十キロの推進の深い場所にも設置できる不体式洋上風力発電の技術開発を急ぐべきとの意見も出された。また、RPS 法の導入目標数値の増大も検討された。 設備容量300万 kW の達成は2015年度であった。業界団体の日本風力発電協会によれば、2020年には760万 kW、2030年には1180万 kW が導入可能としている。また、今後の技術開発をより積極的に取り入れた値としては、2030年に2000万 kW の目標が検討されている。 資源エネルギー庁が2015年に示した2030年エネルギーミックスでは風力発電の目標は洋上風力82万キロワットを含む1 0 0ロワットであった水力発電以外の再生可能エネルギーは既存の火力発電や原子力発電に比べて普及量が桁違いに少なく価格的競争力で不利なことなどから何らかの形での助成や炭素税の導入などの 施策を必要とする日本で行われてきた RPS 法は電力会社に一定比率での導入を義務付ける方式であり固定惑星に分類される。この方式は導入初期には一定の効果を示すが各国での実績では発電事業者側のリスクが高く実質的な発電コストの削減効果も低いなどの欠点が指摘されている。 このため風況が良いとされるイギリスなどでも普及が進まずコストも高止まりするなど結果的に初期の目的を達成できていない。また日本の現行制度化では電力会社が電力調達コスト的に有利な自社既存電源を優先して風力発電電力購入に消極的な姿勢も見せたり風力発電事業者の参入機会が 電力会社が設定した枠や不定期な入札によって制限されるなどの問題が指摘されてきた。2008年に九州電力が導入枠の拡大を表明した。これに対し採用が増えている固定価格買取制度では電力会社に電力の買取を義務付け購入価格を法的に保証することで発電事業者の追うリスクを減らす。市場原理に従って 導入量を早期に拡大する一方、遅く設置した事業者ほど、購入価格を低減させて、総コストを調整し、機器製造事業者間での競争を促す。過去の実績から他方式に対して、導入促進とコスト削減効果が高いとされ、現在では、欧州の多くの国々が採用している。このため日本でも、その導入や検討を求める意見が、市民団体などから提出されてきた。 各政党や行政も動き、2009年に太陽光発電に対して新たな買い取り制度が導入されたのに続き、風力発電を含む他の再生可能エネルギーでも導入が検討され、2012年から導入された。日本における製作費用を含めない単位発電量あたりの風力発電費用は2014年の時点で約15.6円、キロワットアワーとされ、 国内でも条件が良ければ、実用水準の9から13円、KWH に達する施設も一部に見られる。ただし、一般的に、欧米の風車が2500から5 0 0 0ットの大口径で効率がいいのに、日本の風車は大型化のトレンドに遅れており、2013年現在においても4 0 0 1 5 0 0ットの中小口径が多く効率が悪いのと、 台風や落雷を想定してない欧州製の風車を購入して台風や落雷による故障で赤字になった失敗ケースがイメージを悪くしている2015年度に日本一の風力発電施設となる見通しの風力発電を手掛ける中部電力の設備士会社シーテックと伊賀鶴城出資の第3セクター青山高原ウィンドファームの発表によれば40機で 計8万キロワットの発電能力を有する風力発電用風車と変電所の建設総費用は約200億円と見込まれている。風車近傍に居住する住民から苦情は睡眠への影響に関するものがほとんどである。環境省は全国34カ所の風力発電施設、周辺住民747人と対象地域、住民332人を対象に、 睡眠影響の疫学調査を実施している。風車騒音による睡眠影響は慢性的となることが多く、風車騒音に近する睡眠障害という疾患に直結する。環境省の調査結果では、環境性睡眠障害の有病率と風車騒音の騒音レベルとの関連が解析され、騒音レベルとの関係が示されている。それによれば、 風車騒音の屋外騒音レベルが41デシベル以上の地域で睡眠障害有病率の統計学的に有意な上昇が検出されている。なお、風車騒音による睡眠影響についてはシステマティックレビューやメタアナリシスも含め多数の疫学調査結果が報告されている。環境省は2017年5月に 風車騒音の影響を評価するための指針を示している。指針の根拠となった検討会の報告書では、環境省を自らが行った疫学調査も一部引用されてはいるが、風車騒音は、煩わしさに伴う睡眠影響を生じる可能性はあるものの、人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いとされた。直接的にという言葉を挿入することで、 風車騒音が人の健康に影響を及ぼす可能性が低いと誤解を与えるような結論が記載されている。風車騒音による睡眠障害は音の近くを介して生じており直接的には影響を及ぼしていないとも言えるが魚介類や大気を介して生じた水俣病や四日事前息などの公害病も含め間接的に健康影響が生じるのが公害病の 特徴である。抗害病の因果判断に直接、関節は重要ではないにもかかわらず、風車騒音による睡眠影響を直接的な健康影響から除外し、風車騒音と健康影響の因果関係を否定している。環境省が指針を示して以降、人の健康に直接的に影響が生じる可能性は低いという事業者回答が見受けられるが、この回答には、 風車騒音による睡眠影響や環境性睡眠障害という疾患が含まれていないことに注意が必要である。住宅に近接して設置された風車から発生して近隣住民が苦情や健康被害を申し立て環境省が調査に乗り出したことがある。また、法制度的にも環境アセスメント対象事業への追加が2009年検討された。 2010年3月29日、環境省は愛知県田原市で風力発電設備から350メートル離れた住居内で160から200ヘルツを特徴とする騒音と低周波音が測定され、愛媛県伊方町では約210メートルと240メートル離れた2つの住居内もでそれぞれ31.5ヘルツと160から200ヘルツが測定されたと発表した。 また同じく2010年10月7日には、騒音、低周波音の実態把握調査を発表し、出力 20kW を超える40都道府県の186事業者からアンケート結果を得て、苦情継続25件、苦情集結39件、計64箇所で、騒音や低周波音の苦情があったと発表した。出力別、距離別の集計結果によれば、当時、 得られた情報の多い2000から2 5 0 0ットの短期出力について、継続苦情件数の割合は、300から600メートルの範囲で36%、600から900メートルで29%、900から1200メートルで20%であった。また、300から600メートルの範囲では、短期出力の上昇に伴い、継続苦情発生割合が顕著に上昇している。なお、 この調査では、風車に最も近い家屋のみを対象として、苦情の有無を調査したため、1200メートルを超える住居での苦情発生割合は不明である。環境アセスメントにおいて、本調査結果を引用して、1200メートル遺園では継続苦情がないといった事業者の回答は誤りである。日本では、風力発電は、環境影響評価法の適用外であるため、 事前の調査も事業者の自主努力に頼っている状態であり、不十分な環境影響評価も多い。また、事前調査では、文献や他の事例を引用した定性的な予測になりがちで、評価を正確に行うことが難しい。精度の高いデータに基づく評価は、風車設置後の事故調査でしか得られないことが多い。そのため、都道府県によっては独自の条例により、 環境基準を設けているところもある。青山高原ウィンドファームや瀬戸風の丘パークのように建設に伴った樹木伐採や大型風車の乱立による景観の悪化から観光資源が減少する声がある。一方、大型風車が林立する雄大な光景を新たな観光資源とする動きもあり、例えば北海道幌ノ部町の風力発電所は、 ツーリングスライダーに人気がある。また環境省は、風力発電を積極的に推進すべきものと位置づける一方、自然公園への立地に関しては、風力発電施設設置のあり方に関する検討会を設けるなどして、審査基準の検討を行い、現時点では予防的立場から、外して慎重な姿勢をとっている。これに関しては、パブリックコメントなどで、 規制緩和を求める意見も多く寄せられるなど、諸外国同様、議論の余地を常に残している。公的な設置基準としては、2004年春に自然公園法施行規則が一部改正され、同年4月1日より施行されている。日本の風力発電は、エネルギー対策特別会計からの補助金をもとに、推進されてきたが、2010年時点で、その6割が赤字である。 直接的な原因は落雷による施設破壊や風量不足による稼働率の低さにあるが国の補助を当てにした開発企業や自治体側のコスト意識の薄さ、国の審査の軽外化が背景にある。こうした現状に対して政府の行政刷新会議は補助金が有効に活用されていないとの見解を示し予算の削減を求めた。 日本では LED 応答による風況調査の実施や予測技術の開発、実績データの蓄積により、事前に長期間の発電量予測が可能になっている。また実際に設置するにあたっては、測定用風車を用いた実測や、周辺地形に基づいたシミュレーションも利用される。年間総発電量の年ごとのばらつきは、 10から15年間にわたる調査によりプラスマイナス2から10%程度と報告されており、風況調査を十分に行えば、長期間で見た風況由来のリスクは事業上問題にならないことが多い。風況調査に不備のある場合、当初見込みよりも発電量が少なく赤字となる場合がある。有名な例では、筑波市が早稲田大学に委託して、 小学校などに3億円をかけて設置した風車の発電量が事前の風況予測が甘かったのが原因で予想より大幅に少なかった問題があり、訴訟に発展した。発電量が予測を下回ったなどの事情で、稼働継続に値しない状況になった場合やより、高性能な機種に置き換える場合などは、地中に打ち込んだ部分の移動は難しいが、上部の風力原動機は、 基本的に移設や転売が可能である。近年は欧州などで風力発電機の中古市場も拡大している。ありがとうございます。